プーチンさん、ともるさん、ありがとう。バチリミックスもかっこいい。でしょ。じゃあじゃあ、ナノさん、ありがとう、ナノさん。配信する。今日面接だった、めちゃめちゃ緊張した。疲れ。ホジェさん、天使の絵の具さん、ありがとう。目がバチバチに見える。本当ルートさんの服、そうルートさんの服、トユンさん、ありがとう。ヤッホー皆さん、髪からスルメイカみたいなのできた。ほら、何か気に入らないご様子。うえ、なんで。ロッテリア島根店さん、ありがとう。おしゃれだね。ほんと、もう今日なんか自分の顔がもうなんかどうしたらいいんだろうって思って、多分自分ですごく思うことなんですけど、もういつも思ったりもしてるんですけれども、自分の中の問題。いつもより化粧してますか？してるのかな、どうだろう。こんにちは。外がまだ明るい。ザンタクさん、ありがとう。こんばんは。顔交換してほしいわ。しましょう。MKさん、ありがとう。みちのさんの服めっちゃ欲しいね。かわいいでしょ。なんでこの時間に。なんかメイクしたけど、してるけどさ、お風呂入りたくてさ、でもせっかくメイクしてるからさ、ショールームしたくてさ、だからショールームメイクしてる時にしとこうって思って、でこの後にお風呂に入ろうって思って、目がちっちゃい。まつげビュンビュン。そうなのかな。1分前の感じない。目開くの好き。ちょっとレンガっぽい唇の色なんですけど、前髪の調子めっちゃいいよね。びっくり。右目が大きいのか左目が小さいのか、こっちにカメラがあるけん歪んでるんですよね、多分。わからんけど、京都のっぽいね。一生こうしたら、ね、
てたあれみたい、なんだっけあれな、リモート、リモート一緒になった？一緒になったかだけ言ってください。でも形が違うのかな、まあ、違う気もするけどね。テレワーク乾杯乾杯のやつないけど、何も乾杯するあれがないけど、なかなか珍しくない？マサさん、クマ、ありがとうございます。この配信がたくさんの人の癒しになってます。本当？なんといいけど、音がおかしい。なんでだろう、なんででしょうか。 YouTube みたい。今日はね、すごいボーイズルックギね、夕方になってた。もう知らぬ間に、生きてたら夕方になってた。 YouTuber みたいな画角。トップスカイでしょ、寝起きっぽい。どこが？ずっと起きてたよ。ボイスルックも似合う。ほんと？ハート型宇宙が発売だった。嘘、見てない。なんか毛があるんだけど、ここら辺に。なんかさ、のぺーてしてない？めっちゃめっちゃのぺーねえ。シチュー作ったのツイートがさ、自撮りより伸びる。伸びとる。のぺってしてる。画質が悪い？本当だ。ハート型うちは。知らなかった。私3人目なの？この色は何なんだろう。色ぽっぽい方なのかな。なんかめっちゃふわふわした髪の毛してる。これいつの髪の毛じゃろう。いつの髪の毛だろうこれ。何の時？
光ってた今、びっくりした。しかもめっちゃテカ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 、なんでびっくりした。うちわの髪型3日は本当今いつの髪型で写真撮ったっけって考えてたんですよ。今電気つけてみようか。よいしょ、よいしょ。元がついてない。何がいいか分からん。ヒットグッドさん、お誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。ヒットグッドさん、おめでとう。おめでとうございます。おめでとう。こっちの方がいいか。おめでとうございます。バイト頑張れ。おめでとう。うちは振る機会がないからな。作ればいいじゃん。夏が来るよ。これは何配信ですか。何でしょう。チャータムさん、ありがとう。いい声で喋る配信久しぶりに見たら会いたくなっちゃった。あら、ウインクしてる。暇で困ってます。あら、チャータムさん、チップ&デルのハヤトさん、ありがとう。夜配信ありますか。どうでしょう。今自撮りしてメール送ろう。後でお風呂前配信です。ポーズしてください。ぜひ。ギャルっぽい。本当？悪い顔。はい、チーズ。これアプリ何使ってますか。これ何使ってる。スノーで撮ってるわ今。でもスノー B6 ソーダを行き来してます。いつもクセが下手なんよな。より目
ってますね。ね、こもってるよね。それね、なんでだろう。ユーライク、あー、ユーライクも前撮った。一瞬ぶりっ子タイム。なんか色がな、クッティに色がないよ。うわー、なんかソファーに見える後ろが、もっと曇ったもしや。口小さくないですよ。ほら、おっきい。ちゃんとぶりっ子してほしい。チャータムさん、切腹さん、ありがとう。この角度の道は握手会思い出す。確かに。こんにちは。チャータムさん、ニノさん、ダダダダムさん、ありがとう。あなたに会えるなら全てをしない。この名前で返信する、ありがとう。メール、二度と月など見えなくていい。あきらさん、ありがとう。でもさ、いい感じに伸びてますよね、ここ。ちょっとこんぐらい良くない？もうちょっと伸びろーって思ってる。ちょっと短い、今伸ばし中だからね。すんごい画質悪いな。 iPad じゃけんだと思うけど。黒似合う、ほんと？スイレちゃんにはなれないですよ。ほんとに可愛いから。気合い入れて拭いてみて。さっき気合い入れて拭きましたよ。その服どこのブランド？ルートです、ルート。黒は殿っぽくなるでしょ？何時までしよっかな、配信。巻いてるんですけどね、これ。巻いてたんですけど取れちゃったかも。意味こだま。霞がかって、これはこれでいい。それな、縮みは作らないの。縮み作るけん終わらなきゃいけないの。
ダンディダンディ、チュロス簡単でした。うん、作れるよ。可愛くない、みんなの方が可愛い、本当にみんなの方が可愛い、本当に。チヂミは小学校の給食思い出す。え、小学校の給食にチヂミなんて出んかったくない？作って作るよ、おいで。もはや料理教えてほしい。わり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 、まだそこまで達してない、まだそこまで達してないよ。お父さんの評価が気になる。本当どうだろう、ね、美味しいって言って食べてくれるけど、うちの学校はたまに出てた。本当に広島は出んかったですね。くわいが出てました。チヂミが出る、え、出てたんかな、出とったんかもしれん。すごくない？すごくないか、首が動かん。教室の空気はよどんで、なぜ怒りの声が上げないのか。うん、X で計画した若さは甘すぎた。謎のテンション、それの夜明けの空を見上げ、自分の今のまぶきさ思い知ったのさ。公演再開したら行くよ。ありがとうございます、お待ちしてます。本当に楽しみにしてる、私もその時を。ちっちゃハートのうちは注文した、ありがとう。会いたい、本当嬉しい、その言葉だけで頑張れます。女の子って少し薄暗いくらいが一番可愛くないです？薄暗いの、iPad 画質悪いね、眩しいってなった今。プリクラ感ある、確かに。はい、チーズ。あがのところでピース。はい、チーズ。
もっとしっかりくっついて。はい、チーズ。くしょ。肌色良くなった、ほんと。プリクラやったことない。そうなん？プリクラ。プリクラ返したい。プリクラ撮りたい。皆さんと。プリクラは俺は似合わない。なんで？プリでやるアゴピース好き。ねえ。プリクラ懐かしい。百均とかにあったよね、昔。ポーズしてしてくんのいらんよね。あんまりその通りにしないよね。それはしたいね、してみたいよね。最近はスタイルも変えれるからさ。スタイル？ってこと？ミシュのソロのプレクラスマホケースに。やだやだ。足を合わせる靴ね。あ、皆さん、じゃじゃーん。ぜひゲットしてくださいね。これぜひゲットしてください。何センチなんだろう。 iPhone8 と比べるとこんぐらい。靴下はあんまり携帯で比べるのはないけど、ほら STU48 の文字がここに入っております。ちょっとうちの声もうね、家にこうやって飾っておくだけでいいですね。履かんくても。25から27センチのワンサイズしかないらしい。らしいよ。そのケース買いたいってなった。スマホケースってこと？クリスマスのプレゼント入れるのに使います。いいじゃん。こうで、こんな感じです。はい、こんな感じです。はい、チーズ。はい、チーズ。はい、皆さんぜひ拡散をお願いします。はい、チーズ。はい、まだかおし一点物ですよ。うちの顔がでかく見える。これ24センチってこと？自分の顔でかー。私の顔手にはめてみて。こんぐらいですね、私の手にはめたら。うん、私の手は18センチぐらいなんで。18センチ違う、18センチじゃないわ。私の手こうやったら18センチなんじゃん。そう、月見ちゃんはまだね、実物ないの。じゃあ初めて会った時顔小さすぎてビビった。優しい、ありがとう。そんなそんな。でも24センチ違うかも。もうちょっと10センチぐらいかもしれない。
20センチぐらいか。顔がちっちゃくなりたい。ミミにそれなら両足それ立つのかな。ね、どうなんですかね。私こうやったら本当は18センチの、ここからここが顎出た。キーホルダーおしゃれ欲しい。本当？キーホルダーめっちゃいいよ。本当にめっちゃいいよ。キーホルダーギュッとした方がいいよ。おでこが顔の半分、そんなことないでしょ。ほら出る、ほら出るよ。予約した、ありがとう。受注生産だからラバーなのがさらに。それな、それな、君ちゃんステッカーも欲しい。いいね。ね、キーホルダーね、これぐらいはある気がする。結構大きめっぽい買った気がする。どのぐらいだったっけな。いや、もうちょっとちっちゃく、こんぐらい、こんぐらいが月見ちゃんの本体だから。で、ここにあの帽子がついてこんぐらいになってみたいな、こんぐらいかな。でもこんぐらいはある。まあまあでかい、多分皆さんが思ってるよりまあまあでかい。リュックにつけていい、いいっていうか、まあ目立つか、目立つサイズかもしれない。わかんない。キーホルダー何につけるのがおすすめですか。なんだろうな。カバンにつける用、保存用、プレゼント用。誰にプレゼントするの。チケットホルダーにつけとく。あ、いいじゃん。それいいじゃん。ルームミラー、ビジネスリュック。でビジネスリュックにもいけると思う。うん、福ちゃんのデザインは福田あかりって書いてあるから誰のファンか分かりやすいし、私のやつは逆にそうじゃないからバレたくない方におすすめって感じか。まあそんなおすすめおすすめとかなく両方おすすめなんですけどね。ザ・ミチュって感じじゃないからつきやすい。ザ・ミチュって感じじゃないでしょ。そうなんですよ。裏面もいいでしょ。確かに福ちゃん、福ちゃんの所持物みたいになるね。よし、パパが気にしちゃう。ありがとうパパ。ハートちゃんも可愛い、イコールラブみたいね。可愛いね。イングリッシュローズさん、タワーありがとうございます。よみょみょ、イングリッシュイングリッシュローズさん、ありがとうございます。わ、じゃあローズっぽい赤にしよう。ララ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 ラ
じゃあれに見えるわ。オレンジ。ソラちゃんのとこでも立ててたの？すごい。ソラファ。ソラファ？ソラファって言うんか知らんけど、ソラちゃんの話の方。マジバラの絵得意です。シローズさん、タワーありがとうございます。まだありがとう。書道の先生になろうかな。今のままじゃなれんけど。おじさんも小五郎の対応戦ビラリー侵入じゃなかったの容赦ないアイデアなのですか。何の話？容赦ないって 何もしてないけど。何もしてないから容赦ないってことですか。少量のイベントのこと。未だに金のバラ咲いてないや。金のバラ私も咲いてない。金グッズ1個もないよ。むずくない。あれ岩ちゃんイベントでスイッチゲットした人頑張れ。でも今1位ですよね。そんなお家何もしてないのに容赦ないなんて。全然いける、いけるよ。1位であかりならきよさんありがとう。容赦も何も何もしてないもん。何もしてないもん。この後お時間ある人は岩田さんのルーム行ってらっしゃい。ちゃんとチェックしてるね。うん。フェイクシャルルルクレールさんありがとう。だって1位じゃん。この前電話しました岩田さんと。ゆらゆら自分もあれしたい。オンラインやっほオンラインヤッホーしたい。ヤッホー。チャタムさん、アオさん、シティリバーさんありがとう。新聞返金になったから道ホルダー。道ホルダーって何？
だ、そういうことね。そこのホルダーを取ったのね。やったー。月見ちゃん、皆さんぜひ。かわいいよ、私が書いたから。ゆらちゃんのインスタめちゃめちゃ綺麗。見てないや。私がインスタグラマーになるとしたら何を載せたらいいと思いますか？もしなるとしたら。ミホルダー注文した、ありがとう。目から何か出てきそう。かわいすぎて指ハート止まらん。寄っとるん？こうやって今。グラマーの写真、ちゃま、シチュー、すきみちゃん4コマ写真、ちゃま、しょ、ちゃま、ちゃまばっかちゃん。弾き語りラーメンメンスタグラムいいん？そんなんでいいん？作った料理、自撮り、部屋の移り変わり、エプロン、僕と戦いましょう、競いましょうか。何を？マチャくん、チャマです。チャマ写真映えせんのよな。空の写真、おしゃれなのがいい。難しいな。インライって何？いちご、メンバーの会心。ワンスタグラムかニャンスタグラム、かわいい。インライってインスタライブ、あ、インライ、あ、そういうことね。すごっ、顔面だけで映えるんですよ。映えない。でも映えるって思ってくれる方がいるってことですもんね。ストーリーでおちゃらけ系STU はインスタライブ禁止だったような。そうなん？そんなこと言われてるんですか？チャータムさん、ありがとう。今日眉毛短い、ほんと。ショールームがあるから。マスクの裏表をいつも逆につけてない？いや、私はずっと表よ。多分それは私とあなたの表裏の概念が違うからそうなるんだと思う。インスタやりたい理由の第1位がインスタライブとかなのにな。なんでかっていうとコラボ配信がしたくて、トロとかみんなと。確かにこことかトロとかコラボしてばいいのにっていう感じだもんね。じゃあり撮ったら間違いなく映える。いやいや、わし自撮りがね下手なんですよね。
ブ配信楽しそうよね。コラボ配信やりたいよね。ショールームでもコラボ配信とかできたらいいのに。バイト行ってくる。行ってらっしゃい。アンナとコラボしてほしい。したいんよね、アンちゃんと。そう、結構前にね、一緒にショールーム普通に一緒にしようって。結構前ですよ、めっちゃ前。もう 2,3 年前言ってたけどダメだった。いちご大福さんありがとう。みちは自撮りそんなに上手くないところが可愛い。悲しい。でも自撮り上手いって言われたことある。なんか自撮り上手くないよね。上手いのかな。上手くないんか、上手いん、ここがこうなっとんか、ここがこうなっとんかですよね。自撮りって慣れ。キョンシーさん、チャートムさんありがとう。自撮りうまいって褒むことかな。ねえ、たどりなのかわいい。んぶ割と燃えて困り顔が上手。本気の自撮りはほんとすごい。嘘、みちの自分には顔の主張が激しい。確かに。変顔の自撮りはそんなにしたことないですけどね。眉毛伸びました。眉毛伸びたかな。自撮り自体少ない気がする。本当？メール撮ってくださってる方はもう自撮りしかない気がする。メールで自撮りいっぱい載せてるからかな。自撮り万円券それ以外で行こう。つらつら。すごい伸びた。早くイモステレビとか劇場公演再開してほしい。確かに。うんうん。メイクしない方が可愛いって褒め言葉になる。なるよ。秋葉原のハートウォッチ分かってきた。早っ、めっちゃ早いやん。イエーイ、嬉しい。チュロスのたどり好きすぎた。あんた？おや。そう、たどり恥ずかしいんよね。アキポが取る道たどり恥ずかしいんですよ。コロナで自撮りの量が減ってるって感じ。そうかな。そんなことないと思うけど。うん。昨日のシチューの自撮りが一番映えした。ウケる。あれ自撮りだった。STU ショップ。STU ショップやってるのね。で料理してるみたいな写真を保存した。イエーイ。お母さんがとろみつきちゃん好き。なんで？カレーじゃないの。あれハンバーグですよ本当は。メール取れば自撮りが見れるんか。そう、メールでいっぱい送ってる。すごい。顔見たさにとって
すごい顔たるのツイート。シチュー作ったのツイートがあと50リツイートぐらいで500リツイートもなる。君の瞳レボリューション。広島あたりでもエスティーショップ常設してほしい。確かにね。うんうん。リツイートしてくる。うん。ありがとう。自分のね、写真よりね、伸びた。なんでなんじゃ、ネタついだから。アウトレットのエッセイショップ行きたいけど外出しにくい。それな、わかる、わかるよ、その気持ち。結構自撮り載ってる、ツイッターに。ツイッター映えするツイートだった本当。お母さんみちより身長高いですよ。なんか彼女感ある。こうやって撮ってる、こうやって多分100、全然変わらないんだよね多分。時間だけど頑張って、ありがとう。ダメだ、財布に20円しか。本当？大丈夫？本当に？10円も大丈夫。チャタムさんありがとう。おみつ、あい、明日急遽在宅勤務になりました。お、頑張って。お家で家でファイト。今村家で一番身長高いのは父ですかね。うんうん。あー、夜ご飯作ろうかな。もうそろそろ。みちが珍しい時間に配信してるから燃えるゴミ捨ててきた。雨降らんよ、雨降らんし。今日とんかつなの。いいね、おいしそう。私のも作って。了解。シチュー作ったツイート面白かったので思わずリップしてしまいました。嬉しい、ありがとう。タワーの無料泊まりと刺激の美味しさで。マジのタワーここにあるんですよ、表示されてる、ここに。はんぺんチーズのはさみ揚げめっちゃ美味しそう。ディーディンディーディンディー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 ディなんでみちのインスタ
よし、ゆっくり壇上を読みましょう。じゃあ今日は久しぶりに壇上モノマネをします。13位 MK さん、12位フェイクシャルル・ルクレールさん、ビバどんなやつ、11位大地さん、これさきちゃんが書いた私じゃん。10位キヨさん、9位アマズさん、8位ライザンさん、7位シティリバーさん、ハロイハハハロイ、6位ダダダダムナさん、5位天然ガラスさん、4位坪ゆうすけさん、3位ゆきさん、もじゃもじゃーん、2位チャータムさん、そして1位はルルルルルルジャン、イングリッシュローズさん。チャリン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 、私はスクリーンショットを撮る必要があります。こうか、はい、ありがとうございました。そして今日のラッキーナンバー22はルル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 ルジャン、アルタイルさん、アルタイルさんありがとうございます。お便りの配信が始まった、本当ですか、じゃあお便りさんの配信にレッツラゴー。それでは今日も一日ありがとう。また夜配信をすると思いますけど、夜はもう全然風呂上がりのやつかもしれません。それではチヂミを作っていきますね。バイバーイ。メール送ります。